名古屋弁がすごく特徴的だなっていうか思って、うん、そうやってこだわりなんですか名古屋弁を使うのって。そうですね。えっと場所が名古屋なので、うん、名古屋弁を使いたいということなんですが。あんた十杯も食ってえー、らい叱られとったな。げえ遅かーい。こんな気になるんならお母さんに聞いてみたらいいが。 寝取らないかんでしょ名古屋弁で始まるのは漫画跡形の街今から70年前の名古屋が舞台です私たちと同じ年頃の人がんあのだんだん戦争に巻き込まれていくっていうのがよく理解できてじわじわと戦争の恐怖がにじんでくるのが本当に。 なんていうか来るものがあって若い世代にも共感を呼ぶこの作品作者は名古屋出身の漫画家小沢由紀さんです実はこの作品女性向けのコミック誌に連載されていますそのきっかけは戦争を知らない世代の小沢さんが家族から聞いた戦争の話でした 前作で父親の話をベースにしたシベリア抑留をテーマにした作品を書かせていただきましてお父さんから聞いた体験をもとにシベリアに抑留された日本兵の過酷な強制労働を描いた氷の手この作品を書き終えた小沢さんが考えたのが。父のの話を描いたので どうせだったら母の話も書きたいという気持ちで、母が名古屋育ちでしたので、名古屋空襲の話を書こうと思いました。跡形の街に出てくる主人公は12歳の少女。名古屋空襲を体験した小沢さんのお母さんがモデルです。午後は大連です。敵と戦うことを想定した竹槍を使っての軍事教練です。 時は昭和19年、人々の生活にじわじわと軍国主義が入り込み、戦争を身近に感じる時代が物語の背景になっています。俺の親父は在郷軍人でな。マレーやらバダビアやら何度も出兵しては帰ってきて、またこの間も赤髪が来て送り出した。当時、多くの軍国少年、軍国少女が生まれました。 兄と共に玉砕し軍神になりたいのです一人の少女とその家族を通して見た戦争という時代とそこを生きた人々作品を描くのにあたって小澤さんはこんな思いを持っていました正確にはノンフィクションではないんですが実際にあったことをベースに描くっていうのは体験者が読んだ時に。 そんなに不自然さを感じないような話を書こうと。いう意識で書いてますね。あの証言をお聞きしたりして。資料を集めました。はい、小沢さんが名古屋空襲を書くために何度も訪れたのが。名古屋市にある戦争と平和の資料館ピース愛知。名古屋空襲をはじめ、さまざまな戦争資料や。語り部と呼ばれる体験者の話を聞くことができます。 語り部の一人、吉田治さん小沢さんに話したのは鶴間公園のそばで受けた空襲の体験でした鶴間公園の池に死体を集めてるそうだり身にごまいかって言ってたんですよねおいごまいごまいってねで、どんどん近所に釣れてなんかこう山があってで、よく見たらその山からね 人間の片足がね、にょっと突き出てたの。それ見た途端、パッと米をそらしたんだけど、まあその時のなか全体像というかね、死体の山だったんですよね結局ね。当時13歳だった吉田さんの目に映った光景、その悲惨さが今も忘れることができず、語り継ぐだけでなく絵にも書き残しました。 僕は絶対祖はせん名古屋を死守するんだって,ってね母親にね威張ってたんですよ。ところが先ほどのね死体の山を見てからねもう今夜また空襲があるわけでしょ毎晩あるわけだから今夜の空襲で今度は僕もああなるかもしれんな,いなと思ったらねもう怖くてたまらなくなったんですねよよですよ、ねうん、<laughs> 正反対ですよね。 当時の人たちの暮らしてる感覚っていうのはやっぱり基本的にそんなに今の人と実は変わってないんじゃないかなっていうのはすごく調べてるとどんどんそういうものは出てきますので小澤さんは戦争体験者だけでなく空襲の研究家も訪ねていますその一人が愛知県春日井市に住む金子勉さん 名古屋にいつどんな空襲があったのかというところから、えー、母が体験したその空襲がこの空襲なのかどの空襲なのかというそういうことをちょっとねあの確定していきたいというのそんなあの感じでしたね小沢さんは戦後生まれ戦争を経験したことはありませんだからこそ体験者の記憶を事実と照らし合わせ 跡形の街を客観的に描こうとしているのです文部省通達学徒勤労令の勅令を受けて本高等課の授業は今後一切取りやめとする戦争も終わりに近づくと少年少女たちも労働力として軍需工場などで働くことになります ここ名古屋には戦闘機を作る工場が点在していました。昭和19年12月、少年少女たちが働いていた軍需工場は、真っ先に米軍の空襲を受けます。 その場所で、私はじっとそれを眺めていた戦争を知らない世代が描く戦争漫画その意味とはやっぱり知らないで来てしまったものを漫画でもう一回確認するっていうそういう役割も持っているなっていうふうには自覚してますのでその時代に生きた人々そういうものを描いて読者に知らしめてみないかなっていう気持ちになりました。 跡形の街を読んだ名古屋の高校生たち小澤さんにこんな感想を伝えていました <laughs> うちは三姉妹なんですけど妹たちに読ませたいなって読んだ時思ってすごいなんか共感が持てるところがたくさんあって。あったことを 戦争のことも全部知らなきゃいけないのは私たちだと思うんで、それをまた後に伝えていくのも私たちだと思うんであの戦争があって、焼け野原になってしまったんですが、その上に今の現在の名古屋の街があるというのを描写したくて、書いてます、ね、戦争を知らない世代から次の世代へ。漫画を通して その思いは伝わろうとしています。